こんな感じでした。どうも、ここで始まるやばくない？もうここで初めて見た。この画角やばくない？腕しんどいんやけど。薄切り頑張ってもらって、この画角で今日も京都と Vlog ですね。今から海に行ってゆっくりします。やっていきましょうみたいな。やっていきましょう。本日はここです。なんて読むんでしょうか。ブレッドイットビー。あ、異物だ。イエーイ。あ、こっちだ。いい感じのお天気。お、めっちゃ綺麗。見て、よくね。視聴者さん良い。画角が良いわみたいな。荷物いっぱい。わかんないね。ここで撮るなよ。これで海で撮れ。めっちゃ良くない？なんか。もうね、あの近すぎて鳥は見えてないんだ。けど。行ってきまーす。恋みくじやります。何でもいいやつ。うん、お、黄色。ちょっと横やつ。それるじゃないか。じゃん。どんな感じ？豊玉姫の御事。あなたの愛の守護神、豊玉姫の御事。キッチ。一日こそ人を待ちよき長き日を各君の目またば。大春と友情が破れます。理性科目で失敗ね。待てば必ず叶いますって。割といいね。割といい。はい、吉でした。吉でした。では次、私。危ない。待ってちゃうよ。ありがとう。
一瞬でなんか冷やすから。あ、じゃあ私もキッチン。あ、キッチン。待ち人。恋に恋する状態が続きます。恋愛片思いで終わるでしょ。まあこんな感じ。こんな感じ。あ、ちょっと待って、ヒントが合わない。こんな感じでした。有名じゃない。クレープ？へ、うん、皮。ああ。こんなやったかんけど。薄いクレープ？そうそうそう、薄いクレープ。何食べる？何食べる？でも気づいた？まだ。まだ？これは何ですか？大仏。見えへん？大仏まんじゅうカステラ。大仏さんのお顔。かわいい。これ、中身はブルーベリークリームチーズで。恋愛運だし二人ともいただきます。いただきます。食べ歩き2つ目カレーパン、カレーパンと鎌倉サイダー、鎌倉サイダーこちらをいただきます。食べていきます。はい、ウサギは何を食べていますか。エンディングを撮ります。毎回 Vlog やけど、今日はでも珍しく都内じゃなくて湘南鎌倉編、湘南鎌倉編食べて、まあ食べてしかないね。うん、今日食べてしかない。食べて海で黄昏れてた。そう、まあでもエナのね撮影があったから、うん、僕の次の新作の撮影を海でしてました。今回は海です。夏なんでね、これから皆さんぜひ、今回は超シンプルで可愛いのでチェックしてみてください。ということで、今回もこんな感じで終わりです。およそ海が今帰るんです。今から帰るんです。寝る島がいい感じでも、今日はあれ見えんかったな、夕日。なんかちょっと天気はめっちゃ良かったんやけど、晴れてるけど空が澄んでなくて、くすんでる。富士山まで見えんかった。いつかみたいな、めっちゃ綺麗な夕日ってことでね、安全運転でお家まで帰りたいと思います。では、あ、落ちた。次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。